今ね、朝霧高原の、餅屋さんっていう、ドライブインですかね、ドライブイン的な、まあ、施設の前にいます。で、ちょっとね、前からちょっと餅屋さんってお餅が美味しいっていう噂は聞いてたんですけど、まあ、何があるのかなと。なんかね、向こうにお子さんが遊べるようなこう設備とかもあるんで、ちょっとどんな感じなのか中を覗いてみたいと思います。ここはね、あ、こっちがなんか食べれるとこだ。ここでなんかこうご飯とかもラーメンとか食べれるみたいですけど、こっちになんかね、今やれないよ、うん、ここにおろし餅ときなこ餅とあんころ餅と焼き餅があるよ。あと甘酒とか。おにぎりがない感じの。あ、おろし餅ときなこ餅かあんころ餅、焼き餅。焼き餅がいいの？うん、うん、入れて上、そしたらお餅、あれ、ああ戻ってきちゃった。お餅、はい、じゃあお願いして。あのお餅で気持ちお願いします。中で食べれるらしいです。いいよ、じゃあどっか座って食べようよ。ハル、ハル、いいよ、はい、置いて。はい、中で食べるスペースもあるのでここで食べたいと思います。もち、焼き餅はこんな感じ。4つで500円なので1個100円ちょっとだけど、どう、うまい？うん、そう、柔らかくてうまいな。うまい。お父さん、もう一つ。中にはね、こういう食堂もあるみたいですね。うん。中、まあ、お餅だけじゃなくて、そばとか定食とかも食べれるみたいです。でですね、これが餅屋さんの、ちょっとパンフレットがあったんですけど、今いるのはこのレストランのあたりで、中結構広いみたいですね。でキャンプ場とかもあるのかな、バーベキューキャンプとか要予約、まあ、あの道沿いから見えるアスレチックなんかはこの辺にあります。で、本当これ道沿いにこう奥にすごい広いんだね。多分ちょっと今日はお餅だけ食べに来たんで今この辺なんですけど、はい、お餅はすごい美味しかったです。作ってるんだねこれね。ここ園内入り口とお土産屋トイレとかってなってるんで、お父さん、僕は戻っていい？なんで中お土産、
通り抜けると園内に入れるんですね。こっち。あ、ここはあれだ、入場券がいるんだって、ハル。残念。残念じゃな。大人500円。小学生300円。犬まで300円だって。なかなか。ということです。お土産物屋さんの中から見た園内の様子ですけど、まあ富士山も真正面でいろいろ施設はあるみたいですね。まあ今日はちょっと急いでるので中には入らないでここまでにしたいと思います。